まあ自然と撮影始めたら、ナンバーが、自動でつくのでそれで判断してもらったらいいと思うんですけども、今、まあ、買い物に行く時だったんですけど、向こうの山の方、六甲牧場というよりも唐戸台かな、北六甲台あたりかな、あの辺りで、まあ、光ってた、もしくは有馬温泉かもしれない、雷、まあその辺もいろいろ心当たりがあるといえばありますね。河川水門開閉式玉発電作らないで、あの川底を河川水門開閉式玉発電が作れないような形状で遊び始めましたからね。本当は一回それで20歳過ぎに、いろいろね、あの日々の僕の内容、ホームページの内容とか、あの人本当に頑張ってるなっていうのはわかると思うんですけど、20歳過ぎの頃もすごい仕事しながらだったから、やっぱり耐えれること耐えれないことありますね。街丸ごと9割99%の方が間違えた方向で平気で進む、我がの稼ぎのために。で、あんまりもうそんな安い賃金の仕事なんか求めたって無駄。年金受け取る時の金額とかしっかり計算した方がええ。何のために社会に出て働いていたのかわからへんっていう答えに本当になるから。神戸市北区は三田市民よりも人口多いです。22万人ほどで、三田市は14万人、関西国際大学なのかな、正式名称。あのキャンパスって呼ばれる大学は出てきてますけども、もともと神戸市北区も男性の大学なんかない、必要ないから、もう見え張った女子大だけがある。もうそれだけでわかる本当のことは。昔もこの話した。でテレビでも一応何回か言ってくれた人もいる。あんまり大学なんかもともとない、もう高校まで行ったら十分、それ以上税金のお世話になったらあかん。以上。